天水が濃いニュータウン、香港のニュータウンでは、今日の香港におけるニュータウンについて取り扱う。香港のニュータウンは、急激に増加した人口を収容するため、1950年代から香港政府が開発を始めた。香港がまだ、イギリスによって咀嚼されていた、開発の第一段階では、衛星都市と呼ばれる新しい街が開発された。 九流東部に位置する三つ積みや深海南西部に位置する湾は最初の二つの衛星都市として計画された。この時には香港の市街地はまだ比較的小さく九流半島の中部、西部や香港島の北側に限られていた。花布村は香港島南側の遠隔地にこれと似たコンセプトのもと小さなスケールで建設された。 香港の人口増加新しい地域の開発計画は、その名称がニュータウンに正式に決定された60年代後半から70年代にかけて始まった。旧流や香港の多くの平地はすでに開発されていたため、政府は当時大部分が田園地帯だった深海にニュータウンを建設することを提案した。ワンニュータウン、スナデンニュータウン、トンモンニュータウンが含まれる。 ニュータウン開発の第一段階は1973年に始まった。これらのニュータウンの成功と経験を積んだことにより、新たなニュータウンの建設が後の数十年間行われた。今までに9つのニュータウンが建設されており、香港の人口の約半数がこれらの新しく開発された地域に住む。90年代、ランタオ島に来たランタオニュータウンが建設された後、 人口増加率が低下し、2000年代にはニュータウン開発のペースも遅くなった。しかし、不動産の強い要望や新しい家を買う住民の混乱に応え、香港政府は2010年代にニュータウンを新たに建設し始めることを提案し、実現すれば個人の不動産や公共住宅をさらに提供ことができるようになる。例えば、洪水橋ニュータウン、古道ニュータウン、 北湖霊、ニュータウンなどが政府によって提案されており、現在審議中である。西鉄線転水が今駅交通機関は、ニュータウンにとって絶対的なものであり、そのためにかなり入念に計画されている。ニュータウンの開発前、深海のほとんどの地域が利便性の悪い状態だったため、新しい道路や高速道路が、 ニュータウンと市街地との間の交通を緩和するために建設された。例えば、トンモン航路やトロコー航路は、70年代後半から80年代初頭に、かけて西人海、東新海のニュータウンと急流を結ぶために建設された主要な高速道路である。トンネルや橋も所要時間を短縮するために建設された。多くのニュータウンの計画には、 鉄道の新設も伴っている。湾ニュータウン、将軍行くニュータウン、乱棟島には、MTR 駅が、馬倉山には、馬倉山線がそれぞれ作られてた。急行鉄路は、コナレ浄水ニュータウン、大宝ニュータウン、砂田、ニュータウンへ、便利な交通手段を供給するため、80年代、中頃に電化された。依然として、市街地へ直通する。 鉄道路線が存在しなかった深海西部のニュータウンは、軽鉄によって連絡されていた。鉄道線がなく、トン航路や青山航路が、深海西部と九流間のみを結んでいるという理由から、これらのニュータウンと、市街地の間の道路は、以前、交通量が激しく、重大な交通渋滞が毎日続いていた。しかし、 1998年に大乱トンネルが開通したことで、この問題は改善された。さらに、2003年には、KCR 西鉄線が開通し、新海のニュータウンは、最終的に市街地への直通鉄道路線で結ばれた。ありがとうございます。